どうもこんばんは、浦玉です。今回なんですけど、窓マギコラボの超究極ワルプルギスの夜の極力編成難易度低めにしつつ、それでも周回がめっちゃしやすいパーティー編成紹介していきたいと思います。はい。で、自陣で使用しているキャラの代用なんですけど、テキストにね、記載しておりますので、持ってない方はそちらを参考にしてください。はい。で、今ね、2P のガチャ限枠なんですけど、小野の小町を使っております。こちらね、限定枠のキャラクターになるんですけど、今回のガチャから出る強子や工場キャラのモンストローズ。こちらでもめちゃめちゃ強いキャラで問題なくね、攻略できますので、持ってない方はね、そちらの方にのキャラにして使ってみてください。はい。ということで、ここからステージ解説に移ります。で、このステージなんですけど、全般的に基本はエナジーコンテナに触れつつ、敵を殴っていくステージとなっております。で、エナジーコンテナの仕様なんですけど、今、公式さんの説明画像をちょっと右側にね、乗っけててるかなと思うんですけど、エナジーコンテナに触れると、エナジーを獲得することができます。今、小町のね、ぐるぐる回ってる赤いのがエナジーです。はい。で、このエナジーを獲得すると、エナジーコンテナの数字がカウントダウンされます。で、このエナジーなんですけど、敵に1回触れると消滅します。なので、エナジー1個につき敵に1回触れるとダメージ出せるって感じですね。なので、内部にね、弱点がある敵とかっていうのは、このエナジーコンテナのエナジーを2つ以上持った状態で殴る必要があります。で、中ボス戦、ボス戦から、まあこれがね、めちゃめちゃこの立ち回りが重要になってくるので、必ずね、このエナジーコンテナの使用は理解した上で立ち回るようにしてください。はい。ということで今、中ボス戦なんですけど、ここはね、今、初期キャラ2体、スコーピカ編成しております。で、なんでスコーピカかっていうと、これね、小町が毒キラー M 持ってるんですね。なので、この毒巻き役としてスコーピカを編成しております。はい。で、ここの立ち回りの、この初期キャラ2体編成の場合の立ち回りっていうのは、極力ね、ガチャキャラでボスにダメージ、中ボスとかボスにダメージを出していきたいです。はい。ですので、こういう風なね、初期キャラであんま火力出ないんですよね。属性も違うし、こういう風な初期キャラの場合は極力雑魚処理優先してあげるようにしましょう。で、スコーピカの場合ね、これね、小町めっちゃ身を持ってる状態ではあるんですけど、スコーピカね、エナジーコンテナに触れてクロスドクロの雑魚なんですけど、今ねボス戦でいう中央の左と右に出てくるクロスドクロの雑魚なんですけど、こちらねワンパンすることができません。真ん中の雑魚はねワンパンすることできるんだけど、こちらね、ワンパンすることができませんので、この辺ね、意識してください。で、こちらなんですけど、このプニに関しましては、このガチャ限キャラでね、このコンテナ触れない状態でもワンパンすることができます。ですので、極力はね、プニとかはコンテナを触らないルート。で、クロスドクロの雑魚とかボスに関しては、コンテナを触るルートっていう風な形で打ってあげるようにしましょう。はい。で、クロスドクロの雑魚を処理してあげると、こういう風にね、まあ、先ほどの、中ボス戦でもそうだったと思うんですけど、こう、ボスにね、弱点が出てきます。はい。で、この弱点を殴ってあげると、弱点倍率4倍のステージとなっておりますので、めちゃめちゃ火力が出せます。はい。で、こちらなんですけど、その窓からのね、ソウルジェムのポイント使わなくても、小町であれば、めっちゃ火力出ます。まあ、あとはモンストローズで、ね、キラー持ちのキャラクター。まあ、あとは強子とかもキラー持ってるんで、こういう風な形でしっかり弱点を殴ってあげるとめちゃめちゃダメージが出ます。で、真ん中がね、弱点となっておりますので、必ずコンテナのエナジーは2回回収するような形で立ち回ってください。はい、じゃあどういう風に回収するのっていう風な形で、ちょっとね、攻略、コツを紹介していきたいと思います。で、弱点がね、こういう風に出たら、シールドが呼び出されるんですよ。で、このシールドに触れると、コンテナが、ね、消費、エナジー消費されますので、この辺のね、立ち回りもね、しっかりやってください。はい。で、コツなんですけど、小町今ね、めちゃめちゃ位置がいいんで、こういう風な形で、ね、ちょっと縦感で薄くいくとか、斜めに打ってね、できる限りコンテナにね、触れる回数を多くしましょう。まあちょっとね、これから見せるかなと思うんですけど、こういう風な形でね、斜めに入っていくルート。これでね、コンテナね、3回今触れてたと思うんですけど、これね、コンテナ増やす回数を、エナジー獲得いっぱい、コンテナをいっぱい増えて、エナジー増やして、それでね、小町で殴っていくっていう風な感じです。で、小町とかこういう場合は、もうね、毒今ついてないじゃないですか。毒キラー発動させて、一回でもいいね、ちゃんと殴っていくっていう風な形の立ち回りをしてみてください。これだけでね、全然違います。小町の毒キラーは M なんでね、
2倍になります、威力が。なのでこれがねめちゃめちゃ優秀ですね。はい、ということで次ボス3となります。結構サクサクね問題なく進むかなと思うので、本当にねこのパーティー周回でも使えるかなと思うので、本当にキャラ持ってないよっていう人はねぜひね編成真似してください。初期キャラはね多分ね普通に組めると思いますし、もしね持ってない方、小松とかねガチャキャラ持ってない方はマルチでもねこういう風な編成で組めるかなと思いますので、そういう方はねマルチとかもやってみてください。はい、で 4,50 の枠なんですけど、こちら今パックを編成しておりますが、このクエスト全般的にもパックは使いません。でもしね今回から始めたよって方はキューベイとかはねパックとほぼ同じ役目を果たすかなと思いますので、キューベイとかね、あとはビビアン、回復枠のビビアンとかね、結構火ダメも痛かったりする場合もあるので、回復枠のビビアンとかね入れてみてもいいかなと思います。はい、でボスラストゲージなんですけど、こちらねもうどんどんね SS って言ってもらってもいいかなと思います。はい、で小町なんですけど、これ小町に関しては弱点が出てから SS 打った方が確実です。でこのボスの真ん中の中央真ん中の今5になってる数字ですね、ここが即死攻撃となっております。はい、なのでここまでにはボス各ステージ突破とか削り切るようにしてあげましょう。はい、でこれおのの小町 SS ってフィニッシュです。はい、でここなんですけど、薄く打つよりこういう風な角度でコンテナに触れてエナジー2つ触れて弱点を1回殴るっていう風なルートで行ってみてください。はい、ということで今回ねワルプルビスの夜、極力編成難易度を抑えつつ周回もしやすいパーティー攻略紹介してまいりました。もしねこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではバイバイ。